どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト5実況プレイ続きやっていきたいなと思いますね。前回から、まあ、全然何も進めておりません。レベル上げも特にいってませんし、でまあ夜だったので昼になったって感じですね。さあ早速行きましょう。でなんだっけな、そこの人に、なんか村の人に、あいつに、なんだっけ、あそこの金髪のやつに聞いたら、なんか、ここは名もない山奥の村だけど温泉が湧いてるから旅人は結構やってくるだよ、だって。さあ、にゃんにゃーん、にゃんにゃーん。でこっちなんだ、なんかあるね、なんか水門を開けてくれるかなんかってなんか言ってたよね。さあここはなんだ、買い物してきた。さあ何が売ってる、革の帽子、満月草、キメラの翼、まあ一緒だね、一緒だね。何もないね、特に。なんでこんなとこにいるんだろう。さあ何もないけども、行くか。またあ、壺があるわ、壺。あ、力の種が手に入れた、すごいね。店をやってる横の壺を割って何かいただいていくっていうすごい行為だよねこれね。しかし、え、壺は悪魔の壺だった。あ、なんか始まった、あ、なんか始まった。え、なんだこれ、初めて、あれ、ミミックはあったけど、まあいいか、普通にやっていくか。なんだこれ、待った、ザキとか来た。お、一緒だ、あの人食い箱か、ドラクエだと強いのか。もう結構、いや、そんなんじゃないか。当たら、割れた割れたぞ、すんげー割れたぞ今。71の経験値、あ、これ初めてだね、ドラクエシリーズで初めてだよね。何だったのこれこれ何だったの今の。さあ何もないよね、宝箱ないもんね。へえ、なんだあれ、初めてだね、ちょっとびっくりしちゃったちょっときょとんとしちゃった。で持ってんで、このん、この人が言ってたんだよね確かね。川を登ってきたのですか、しかし水門があるので先に進めなかったでしょう、水門を開けてくれると思います、ということで、ちょっと宿屋泊まろう。ちょ、何があるか分かんない、宿屋泊まったらまたほら寝てる間のイベントがあるかもしれない。最近ちょっとまだあのドラクエ4はたまにやるんですよそうそう、ピサロの装備とかさまだ残ってるから。何もなかったね。さあ装備でございます、買いに来た。何がある、毒ガのナイフ、あー、これでも結構こういうのでも装備できるやつ一人もいないね。ブラウンないね、いらないか。うーん、スネークソードいらないね。あ、バトルアックスだって、400、よし、師匠には一番強い装備をしとかないと、師匠もうギリ一軍だからこれ装備が弱かったらもうちょっと二軍にいっちゃうんで、はい、装備させていただきました。どうもです。どうもです。さあ、んで、こっちか。上上がってみようか。何もごじゃらんかね。何もごじゃらんね。壺割って。壺割る。すごい。人んち来てます。壺割るって、もう未だに笑っちゃうわ。冷静に考えたらさ、すごい行為だよね。本当に。どこかの、うん、教団が光の国を作るため、あ、やっぱあそこか。世界の終わりが来ても教団に入ってさえいれば助かるという話だ。あの教団でも何なのかまだ分かってないよね。本当だよね、何なのかっていうのが結局分からないっていうか。さあ、お客さん、酒場だって、ジョッキが置かれているね。え、情報集だから、あ、誰だろう、町長的な人がいいのかな、これなんだ、町長的な人が何か言うの象徴的、あ、なんかある、温泉か、温泉だ。あんたもピチピチのギャルを見に来たんじゃろ、しかしあんまりジルジル見てはいかんぞプロかよジジ覗きのプロかお前さあ、いや、ピチピチのギャルっていうか子供だよね。あんた本当はエッチな気持ちで温泉に入りに来たんでしょ。はい元気よく言っとけばなんか許されるかな的なあるでしょ、だって はいとか言われるよりもはいって言ってる方が元気があってよろしい、ならねえよ俺もロリ要素あんまり好きではないんで、こちらお母さん的な
お母さんの方が行こう、よし行こう。その話はどうでもいいよ。何が元気よくはいって言ったら許されるって。行こう。で町長かなんかに、町長とかいないのか、さあカールおじさん町長いないか、俺の息子が神父になりてって言ってよ、家に閉じこもって一体何してんだべか、なんだ、さあ何ですか、と教会でしょ、修行中なんです。あーここでセーブさせてくれるって。一応セーブしとこうか、セーブ、さあセーブ完了ということで、普通にね見習いだけどセーブしてくれたよ。俺の息子神父になりてって言ってよ、家に閉じこもって一体何して、セーブセーブセーブ閉じこもってセーブしてくれてるよ。さあどうやらお祈りをして、青さんには気づかないようだ。だってさ、こっちは何もないね。村長みたいなのがどこかにいんのか、ここか、あこっちもなんか裏になんかあるな、こっち、この家がちょっとでかい、あまたここにも、待って、わなんかいる、おなすげえ、人んちの床下に何か用だ、でっけえなこれ、いやすごい床下があるぜ。信号のじゃあ用がないので出てってくれ。だってさあここちょっと入ってみようか、井戸を覗く。であっちにはなんか原石だかなんだか持ってこいって言ってたじいさんが、あー宝箱あった、スゴロク券ゲット、あれだっけ、あのうん、あなんだっけ、スゴロクのおばあちゃんってあそこしかいないのかな、なんだっけ、あの船がいたとかあったじゃん、ポート見るだっけ、あそこだったよね確かね。すげえ、まさか床下に入れるなんて。さあここ上がって、こっち、あこっちなんかいっぱいあるね、ここね、にゃんにゃーんどんだけ猫好きなんだよってさあ壺があった、あなんか誰か寝てる、あイベント始まった、ダンハン5本5本、うん誰か来たのか、よっこらショット、はてんどちら様、どこかでお会いしたことがありましたっけ、え、なんだって、あれか、風邪ひいてた人だっけ、ドヒャーコロ踊りで青さん生きとったのか、いや大きくなったな、あの頃はまだほんの子供で、ビアンカと、そうだビアンカのお父さんだ、パあ知らないのか、てんてんてん、なんとそうか、パパスはもう、青さんもずいぶん苦労したよ、したろう、ひたった一人でよく頑張ったな、そう大変な10年間奴隷だったからね青さんね、うちでも母さんが亡くなって、あお母さん、ちょっとぽっちゃり気味のお母さんが亡くなっちゃったのか、来る途中でビアンカに会わなかったか、お母さんの墓に祈ってたはずだが、ただいま、あごめんちょっとびっくりして今手打ちたビアンカ、あービアンカだ、青さんが生きてたんだよ、マオさんやっぱり無事だったのね、それにもも大きくなった、なんかゾウ海を越えた先って言ったもんね、ああ感動する、それにもも大きくなった、ももサンタローズの町で滅ぼされて青さんも行方不明になってたって聞いたけど、私は絶対に生きてると、わあビアンカと、いやーももとバイビアンカが来た、ああすごい、だってあの時まだ一緒に冒険しようって約束したもんね、でももうあれから10年立つのか、え、あそこのお化けが出る城とか行ったらなんかあんのかな、あないのかな、もうないのかな、いろいろ積もる話、まあちょっとなんかこうグッとくるよねいろいろ積もる話も聞きたいわ、ゆっくりとしていってね、え、そんなにもゆっくりしてられないの、なんですって、結婚するために水のリンゴ探してる、まあかくして10年ぶりに再会した青さんと美和子、2人はその夜遅くまで語り合ったとすそして夜が明けた、てんてんてん、ああもういいわ、でかくなっちゃって、まあももでかくなったけどねおはようさん、昨日はよく寝れた、あ朝食するからしばらくしたら起きてきてね、起きれるの、あいいねこのグラフィックね、もうプレステ2買っただけあるよ本当に、さあ炭素調べた、いやービアンカが、ビアンカ、あ来た、ご飯作ってくれるのかな、お腹空いたの、青さんもう少し待ってね、うふふ、あれ喜んでる、メスの顔してない
いやーまさかの今回いやビアンカ来たね。よいしょ。でどうしたらいいの、まあどうしたらいいのっておもむろにね、とにかく壺割ろうとすなよ。さあどうしたらいいんでしょうか。このん、こんなことはビアンカに言ってないんだが、本当は私の、あ、だからこそ余計にビアンカのことが不憫でね、幸せにしてやりたいんだよ。この先どうなるかわからないし、アオさんがビアンカと一緒に暮らしてくれたら安心なんだがな。え、娘じゃないんだ。え、じゃあ出生の秘密とかもわかるってこと？育ての親なんだ。さあできたわよ、アオさんこっちに来て。あ、なんか素敵、パンもあるし。ね、食べながらでいいから聞いてくれる？昨日あれから考えたんだけど、水のリンゴ探すの私も手伝ってあげるわ。だってアオさんに幸せになってほしいもんね。あー、いいね。一応優しいじゃん。いいでしょ。はい、いいよ。出かけるときは私に言ってね。だって食べようぜ、食べよう、食べようぜ。いや待った、パン食べたい。私が水門開けられないわよ。だからいいでしょ。あ、まあいいよ、いいよ。あ、仲間に加わった。あー、10年の時を経て、モモがパーティーにいてビアンカがいる。なんて幸せなんだ、なんて日だ。なんて、あー、ドラクエ5最高。あー、ビアンカだ。誰送ろうか。ゴドラ、ごめん。さあちょっと行ってくるわ。はい、わかるだろうか、ビアンカも実は寂しいんだよ。あー、うわー、よかった、いいねこれ。よし、行こう行こう。でまだ行ってないところ、水門先に行ってもいいのかな。いや待った、ちょっと並び替えしようぜ。並び替えで、どうしようかな。作戦替えじゃなくて並び替えね。青さん、ビアンカ、モモね。で師匠、強いなこのメンバー。強いじゃない、思い入れあれ、いやなんか場違いな師匠がさ。もう師匠はもう11と、ドラクエ11からの時を経てね、ロトシリーズから来てるからね。わ、すごい、あー、これはすごいメンバーだな。何これ。もうペット飼ってる夫婦じゃねえかこれ。でどっちだ、こっちか。よし、あー、もう素敵。もうあっち行けないのかな。こっちなんだろうね、なんもないね。行けるか。なんだ、なんだ、もうないか。これでいいのかな。もうちょっとだけ、ちょっとね、ぐるっと少し探して、あっち行けるところあればあれなんで、ちょっと探してみよっかな。さあね、ぐるっと回ってきたけど特になかったね、行けるところね。目の前の墓を眺めた。とにかく変わった様子はないようだ。これ調べた。小さなメダルを手に入れた。袋に至るところにあるね。ビアンカはどうなんだろう、一時的なパーティーなのかな。じゃあちょっと待って、装備をちょっと、武器や、ビアンカの装備なんだろうな。ビアンカ50か。ビアンカって何だったっけ、もう忘れちった。もう何を装備してたっけ。茨の無知か、無知だから、あれか、なんだっけ、だここじゃないな。どっかの町行ったら無知ないっけ、あるよね。でもここまで来る、まあいいや、一応これ毒ガのナイフでいいや。で装備、防具屋ではないから、革のドレス、まあ、強さで見たらいいか。ビアンカ守備力ちょっと弱いのか。まあいいや、行こう。まあ、どうなるかちょっと分かんないけど。で水門を開けてくれるのが、私がいないと水門は開けられないわって、なんかこうね、ちょっとどうしてもなんかこう一緒に行きたいツンデレの言い訳みたいな。私大丈夫、私任せてね。水門の方へ体を乗り出した。ここをこうと開くの？あー、なんかちょっとムービーシーンが。これはこれでいいんだけど、
2D バージョンもいや、ちょっとやりたくなるよね。ここまで来ると。わかるかな？わかるでしょ。なんかわかるでしょ。2D バージョンもちょっと、なんかやりたいね。ね、なんかちょっとドラクエファイルってなんか、人生だね。なんかこう。ね、ちょっと深いよね。な、いろいろこういろんな角度で見れるよね。親の角度も 見れる人もいるだろうしね。なんか自分のこう幼少期をこう照らし合わせてとかさ、か人生だね。なんかね、青さんの人生を見てるのか、ドラマティックって言ったらいいのかな。さあどうしたらいいんだこれ。まっすぐ行けばいいのか。さあこっから先どこに行くのかわからん。ほらこれがね、ここがほら浅瀬みたいのがいけないのあるじゃん。あれがあのドラクエじゃないわ、あのファイナルファンタジーファンでもあのようなシステムがありまして、あ、ちょっとビアンカちゃん、ちょっとやばい、待った、ちょっと待って、回復役いねえじゃねえかこのパーティー、青さんしか。いや本当は師匠の代わりに今回だけは、ちょっとまあわからん、次ちょっと今から行くとこはどうなるかわかんないから、もうパンチ、ちょっと並び替えようか。ビアンカがちょっとやばい。ちょっとやべえ。ビアンカってさ、あ、何にも覚えてないね。レベル13なのか。めちゃめちゃ低いな。並び替えで、青さん、モモ、ビアンカ、これにしとこう。これにしとこう。さあ、どこに行くのか分かりやすいと思うんだよね、多分。違うな。こっちではないね。どこだろうか。いきなり襲ってきたって、やめて、ビアンカはやめて、やばい、26とか痛いね。いやマジか、ちょっとビアンカが MP あるのにまだ魔法何も覚えてないっていう。ビアン、なんだっけ、ビアンカ違うな。ね、自分の動画思い出せ。なんかギラとか覚えてなかったっけ。そうだよね、ギラぐらい覚えてたよね。ギラとか覚えてたような気が、あ、結構、お、バイキルト覚えてんじゃん。マヌーさん、もうバイキルトも、あ、覚えてるかな。パーティーにいてもちょっとレベルが、まあ、低いからあれだけど、全然問題ないね。魔物の群れをやっつけ、さあ問題がどこに行くのこれ。どこに行かれるでしょう。ちょっとピエール、ちょっとベホーマ、またしまった、そっちじゃない、そっちじゃない。ビアンカね。さあ右がどこ、これ一回今からどこに向かおうとしてんだろうね。こっちか。あ、なんか滝があるな。あ、入っていけってこと。ああ、これこのまま入っていくのかな。ああ、お、かっけえ。さあダンジョンのBGM が流れてきましたよ。なんだかすごいところね、水門の先にこんな洞窟があったなんて、なんだかドキドキしちゃうわ。あー、わけたじ、あそこなんかちょっと、え、あそこもう行かないのかな、行くのかな。さあちょっとどこもないです。まあ普通に行ってみようか。かっけえ、超かっこいいねここね。入り方がオシャンティーだよね。オシャンティーって誰か言ってたの、最近テレビで誰かが言ってたの。さあガス団子、わあブスやな、ちょ、もう見るからにブスやなこれ。ちょっとやめてよ、強いのかな。そっか、新しい、いや待った、あー待った、12か、毒の息かわした、かわした、やめて、毒に侵されちった。あ、キアリー覚えてるから、あ、もうそんなに、うん、そんなに大丈夫だった。230。ビアンカちょっとレベル上がってほしいな。と、毒だね、毒でした。呪文キアリー、はあ、すごい、ちょっと楽しいね。じゃ、あのね、ちょっと申し訳ないんだけど、なんだろうね、良すぎてちょっと実況忘れるのよ。わかるかな、ニヤニヤしちゃうからなんか。そう、なんかわーって、なんかふわーってしちゃうから、いいねーなんて思っちゃうから、なんだろう、なんつったらいいんだろう、お酒飲みながらなんかちょっとこう映画見てる感じ、わかるかな。なんかそんな感じの雰囲気だから、ちょっとね、実況忘れてしまったよね。ちょっとだけね、ふとあっと思う時があるんだね。いやー、今回特にあるねそれね。
さあまたこのダンジョンがまたぐるぐる回って、今までにない、さあ問題がボス戦で、ボスが見えたらちょっとビアンカちゃんやばかったら、ちょっと師匠と変えよう、師匠と、師匠じゃないわ、ピエールか、ピエールと変えて、そんなに強くないね今んとこ、そんなには強くないから。でもここあれだったよね、馬車もなかったよね。だからちょっと青さんだけだから、ちょっと難しくは、いやーちょっとピエール持ってくるべきだったなすいません、ちょっとどうしても師匠ちょっと忖度がピエール持ってこう。まあ最悪あれだよね、だからアーサーピエール入れとけば、まあなんかなんだかんだで、さあレベルが賢さがあった、運が295ゴールドんで、ちょっと待ってね、回復しときましょう。青さんしかいけないからね、貴重な回復源ですから。これぐるっと回らないんだよねこういうところって。さあ普通に一方通行、今んとこここしかなかったよね。さああ、なんかある、あれ回復じゃ、どっか回復ポーカーあれば、まあ今んとこそんなめんどくさいのはいないかなと。あの火山あったじゃん、火山、あそこの方が若干ちょっと敵が強かったかなーって。うん、あそこの方がね。あ、ブーメラン便利だな。最強のブーメランとかちょっと欲しいよね。ちょっと興味あるな、最強のブーメランは。あの神が装備してたみたいなね、ちょっと超強いやつあったらいいな。24。まあレベルは多分順当なのかな。もう回復させてくれない。それにして真央さんったらすごくたくましくなっちゃってるんだもんね。すごく、あ、びっくりしちゃった。そっか、青さんあんまり話してくれなかったけど、いろいろ苦労したんだね。あ、いい子だね。ここ何もないや。そっか、話すシステム。それにしても青さんたま、あ、そっか、ちょこちょこ話していこう。あ、なんか、ん、びっくりした。なんか話す内容がなんか4よりちょっと増えたね、だいぶね。さあ敵が結構今地下3階ベホマスクダイブ、これ仲間になるのかな。仲間になってくれてもいいやで君ちょっと欲しいな、これ。仲間にならないやつもいるからな。メタルハンターはならなかったしな。いや、わからない、起き上がってくる。最近ちょっと仲間になりたいような気がするってないから。さあここで初めてのですね、分岐点が来ました。分岐点が、わあ結構強いな。さあビアンカちょっと持ってても仕方ないから、ラリホー、マヌーサギラ、オッケー、これでいいや。で攻撃、よし、オッケー。いや今回はまたちょっとこういいね、なんかわあテンション上がるというか、笑っちゃうよね、にやけてね20か、毒の息やめて、犯された、かわした、青さんだけだ。あ、逃げていったってことは、いやもうガス団子さんはいらない。ちょっと、いや分からん、強いのかこういうキャラの方のが。ただ若干ちょっとビジュアル的な問題で、でも分からん、このここで一緒に歩いてたら可愛いのかもしれないけどね可愛いのかもしれないけどね。さあどっちだ、あ、なんかん、わあ綺麗、こんな風に景色を見とれるなんて何年ぶり。あ、そうだ、お母さん死んじゃったんだもんね。そんな余裕なかったしね。そう、お父さんね、あんなんだもんね、寝たきりだもんね、お父さんがね。いや、いい子じゃ、なんかいるな、来た。またあれか、水のリンゴをおいら探してるんだぜってやつかな、多分そんな感じでしょ、多分。おいら水のやつを探してるんだが、 ないんだぜみたいな。まあよかった、ここそんなに、なんかちょっとあれかな、ビアンカがレベル低いからビアンカ用に合わせてんじゃない、あ、そんな気がする。ちょっとなんかこう前回の洞窟の方が、ね、ほらゲロ強かったじゃんあ、結構ほらダメージ床とか結構あったりさしたからさ、比べるとこっちの方が若干ぬるいというか。ちょっと回復だけしよう。呪文、ベホイミ、ビアンカ、あれ毒か、オッケー。
さあここがまた話してなかったわ。話してさあ洞窟にすごい、そう知ってるんだ。俺にさえ見つけられないよ、ん？ん？俺にしか見つけられない女連れの色男だと探せる。これ女連れじゃなかったら変わんのかな。こっちからのような気がするな。ビアンカいなかったらちょっとあれなのかな、言葉変わんのかな。さあちょっと前の火山よりはぬるいんだけども、なんだろう、ボスがどんなんか、前回なあれだったもんね、なんか炎のなんかやつだったじゃん。なんだろう、リヴァイアさん的な水だからそうだよね、水っつったらなんかリヴァイアさんっぽいじゃん、なんかそんな、ああいうなんか水流みたいな。さあ失礼しちゃうわね、さっきのとこ私のお尻さ、あえー、まさかの俺のビアンカちゃんに俺の初恋の、いや初恋なのかな、わかんないけど、どういう扱いなんだろうね。このゲームで言うとビアンカってどういう扱いなんだろうね。さあ54、お願い起き上がってもいいんやで、あちゃん来い、あ来ないね。さっきちょっと来なくなったね、少しちょっとこの水ちょっとエンカウント強めだな、ちょっと強めだな。結構ちゃっちゃ進んでいきたいんだけど、ボスがどんなんかだけちょっと先にちょっと見てみたいな。ちょっともしかして時間が結構、もう結構時間やってるんで、ボスさえ見てちょっと MP を加減を見たらですね、ちょっと一旦ちょっと変えるかもしれないなんせ青さんしか回復役いないもんで、もうちょっとビアンカ絶対死なせたくないから、やめて、もうビアンカを看護家のまま引きずっていくとか、もうちょっと耐えられないわ、俺には耐えられない。レベルが15上がった、よし15になった。さあなんかちょっと覚えてもらってもいいよ。ベギラマの呪文か、これビアンカいつまでいるんだろう。そうだってほらヘンリーずっといてくれると思ったじゃん。さあ穴がある、これ入んのかな、だですよね。なんだこれ、さっき、あ宝箱だ、安らぎのローブだって、はいそれいいんだ。さあ道具、ビアンカ安らぎのローブを装備させるとどれぐらいかある、あおおすげえ、めちゃくちゃ上がるじゃん。あま使わない、使わない、オッケー、ビアンカ用だな、装備した、オッケー。ってことはもうこれ装備しちゃうと、これ装備するとさ、あ装備じゃねえわ、ここもうここしかないよね、だってね、ここ入んのか、あなんかどこか階段はあるけど、わーなんかちょっと降りてきたら敵の強さが変わってきたな。うわービアンカ会心一撃、おおすげえ、吹飛び方面白くなかった、やめてベホマとかしないで。あれベホマスライムってめちゃめちゃ MP あんのかな、ちょっと1匹欲しいな、ちょっと1匹くれ、1匹来るんだ、お願いだ仲間になってくれ、お願いお願い、来ない、ここで願ったら来ないよねそうそう願っても来ないよこういう時はね。さあ階段上がっていくのか、あれどこか全然わかんないねこれ。さあまあなんかちょっとむんげブサイク度高くねちょっとビジュアル的にちょっと絵面が、あ可愛いとは言えねえなちょっと言えないな。あよかった、範囲攻撃とかめんどくさいの使ってこなくて。階段今のとこ上がっていくのかな、ね上がっていくのか、ちょ待ってね、よいしょ、ちゃんとね考えていかないとあれなんですよ、 MP が足らんくなっていくんですよ。さあ下に降りる階段があって、さあ敵が強く、なんかちょっと開けたな、うーんオクトリーチ、いやーなんか範囲攻撃、不思議な踊り踊ってる、いやよかった、陽気に踊ってるやつらだった、よかった。あー強いか、うわー強いなー
やめて、ビアンカにだけは攻撃しないで、ビアンカにだけは攻撃しないで。まあ、こんなもんか。まあ、適正レベルじゃない、ちょっぐらいじゃない。範囲攻撃ないのはありがたい、範囲攻撃ないの本当にありがたい。20か30ぐらいのやつ食らったらちょっとやばいもん。あれこっちか、わかんない、ちょっと難しいね、ここのダンジョンのなんか把握するのが。さ、下に、うわー、なんだかとても神秘的ね、こんな洞窟があったなんて。水しぶきでびちゃびちゃになっちゃいそう、気をつけてね青さん。彼女だな降りれそう、降りれそうだね、降りれそうだったね。宝箱があったな。でもちょっと待って、ちょっとまずそのボスをちょっと確認して、何かある。いやでも前回違うか、指輪があってからボスだったんだよね。やめて、ちょっと、わあ待った、もうマジで、やめろビアンカ、やめてくれ。棺桶にだけは、あ、ビアンカ防御しようこうか、そっか、ビアンカ防御しておけばいいか。なんか出た、うわこれ待った、嫌な予感がする。こいつ、これ馬車に投げつけるやつだけど、ここで馬車に投げつけられたら一人減るとこないよねやめてよ、もうちょっとやめてよ、ちょやめてよ。さ、これなんだろうね。あ、お落ちた。んで呪文でベホイミビアンガ。さあちょっと宝箱こっちあったよね。でもなんか一番もう奥っぽいよね、ちょっとニュアンスで言うと。ちょっとなんかもうなんか最下層的な感じには来たような気がするよね。最下層っぽくない？もうなんかすごいね、ここのダンジョンね、すごいよね。でもなんか 2D バージョンもちょっと見たくない、見たいな。だからさ、なんだかさっきちょっと思ってんのさ、こうドラクエを今こうさ11からやらせてもらって、まあ、11って俺ストーリー実況やってなかったんだけどね、まあやってなかったんだけど、で1,2,3,4,5 来たでしょ、これ8,9、これ6,7,8,9かまで行くわけじゃん。これ9全部やった後に改めて11をもう一回やり始めたら、なんかちょっとなんか違った感覚になるんじゃねえかなと思って。僕ドラクエビルダーズあるじゃないですか、ドラクエビルダーズもやってるんですけど、やってたんですけど、あれもさ、なんだっけ、ロトシリーズやってねえくせにやってたわけじゃないですかそう今考えたらね、今多分ビルダーズやったらまた違う感動があるんじゃないかなと思って、そうだからビルダーズちょっと一からやろうかなとかちょっと思ってたりする気持ちはあるんだよね。なんかウィズリングは言うぐらいだから、ん、滝の水に守られてるのかと思ったけど、本当だね、違った。いやでも炎のリングがなんか埋まってたから、あ違うな、どっちだ、上上がっていくのかな、そろそろ出てきてもいいんだけど。いやだからちょっとそれをね、ビルダーズを最近ね、ちょっと少しこうあーっと思って、うん、何のあれ、あのなんだっけ、ゴーレム出てくるんですよ途中でね。ゴーレム出てくるんだけど、当時はほら知らないじゃん、ワンやってないから。あ、ゴーレムが襲ってくるんだけど、あれ もちろんワンをやった人にするとあれなんだよね、ゴーレムが出た瞬間に、あーゴーレム来たって思うわけでしょ。で今だったら思うんだけど、その当時はやったことないし、新作ゲームだから実況者だからって飛びついた感じでやっちゃってたから、そうだから、そうちょっと今最近ね、ちょっとビルダーズを一からやるのも面白いなっていうのを思ってて、まあそれを実況動画にするかどうかって言ったらちょっと話は変わってくるんだけど、まあちょっと今またちょっと違うのかなと思って、あの時にこう、あれ竜王がさ、オープニングに出てくるのね、オープンに出てくるんだけど、別にその竜王にさ、なんつうの、ほら思い入れないじゃん正直言うと、そんなに戦ったことないんだからさないんだけど、うん、こっちはないな。下にもちょっとエンカウントひどくなってきたな。オークが現れた。下に、下もある、上に上がっていくのかな。やばい、ごめん、ちょっと待った、ビアンカを忘れてた。やばい、急いで急いで倒すんだ。君たち急いで倒してくれ。よし、オッケー、ナイスだ、もうオッケー。
師匠。オッケー、大丈夫。それはなんか、おお、エビが危ない。すごく最近ちょっと思っててさ、やらせてもらったから、また違った楽しみ方できるかなと思って。で、ちょっと37、どっちだ、上上がっていくのか、下上がっていくのか、もう一回上がれんだよ、そこの右ね。さあ、てと。そんなに、うん、違う、ここだ、こっちだ。こう迷ってる間に敵がいっぱい出るっていうね。あ、またあった、まだある、あったじゃない、あったくさくない、エルフの飲み薬だって。水のリングじゃなかったの、あれ。さあ、ないね、どこだ、あれ、どこだろうね。あ、なんかあった、あ、ごめん、なんか、あ、あった、さっきの一番最下層のところのさ、ほら、あったじゃん、ほら、ここに、ここに洞窟があった、やっと見つけたぜ。さあ、待った、やばい、どうしよう、間違えて満タン押しちゃったんだMP なくなっちった、MP なくなっちった。考えたら馬車もねえし、ビエールいねえし。まあいいや、ちょっと一回ちょっと戦って。ビアンカ危ない、ちょっとビアンカちょっと。MP がない、ちょっとビアンカちょっと守らせよう。青さん MP ないからリレミットできねえし、ちょっと結構ここのダンジョン長かったよね。結構長かったよね。135ゴールド。さあ行こう、待った。あ、待った、ごめん、あ、薬草使うの忘れた。聖なる水をたたえたリングが青く光っている。青さん水のリングを見つけた。ビアンカは水のリングを手に入れた。やったね、青さん、これでフローラさんと結婚できるはずよね、青さん。うん、なんでもないわ。何それ。どうしたん。結婚すれば天空の盾が手に入るかもしれないんでしょ。あ、それは全部もう話したらね、また一歩目的に近づくわね。さあ行きましょう。お母さんのこと全部喋ってんのかな、これ。本当にボス出ないの、これ。こういうの誰かエリアチェンジした時に待てーみたいな。あ、ないや。さあということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと本当はこのままですね、リレミとしてルーラーして行きたいとこまで行きたかったんですけど、何分 MP がちょっとないんで歩いて出なきゃいけないんで時間かかるんで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価お願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。